和田佐介と赤羽賢治のワラックスチャンネル。ネルさて本日もワラックスチャンネルをお送りしていきます。よ,いしょよろしくお願いします。はい今回ですねメールからいきます。えー、ポニーホワートジョアリカさんからいただいております。ありがとうございます。えー、和田さん赤嶺さんこんにちは。こんにちは。ちはえー、第三百四十八回の放送で海外の人は芸名をつけるのかという話題が出ていましたが調べてみたところ名前が出ていたトムクルーズは芸名のようですよ。そうなんだ。本名は トーマス・クルーズ、マイポーザー、四世だそうです。四世。また、ニコラス・ケージも芸名で、<え>本名はニコラス・キム・コッポラ。で、おじにあたるゴッド・ファーザーのコッポラ。監督の七光が嫌で、芸名をつけたそうです。やなそうかお二人は芸名をつけるとしたら、何にしたいですか？<ー>芸名だったんだね,ね。まあ、でも、トム・クルーズはなんか、だか要は省略したってことでしょ。 まあ後ろのそうですよ、ね、メイポーザー4世をカットしてるんですよね,ね、うん、トム・メイポーザーなのかトム・クルーズなのかといったらトム・クルーズの方でにったっていう,うそういうミドルネームとか間のところを飛ばしたってことですよねきっとねそうなの七光が嫌とかやっぱあっちの人もあるんですねちゃんとねいやかっこいいですねあのニコラス・ケイジ俺株上がったなそれなんかちょっとロックなんですねいやだ,からだってコッポラのがソフィアコッ・コッポラとかね娘さんも監督だしいいと思うんですけどね まあ、んなん難しいですよね、難しいかだからね、ここら辺のほら、日本でもあるじゃないですか、やっぱ親が、やっぱり世タレントさんとかもね、うんうん、声優も最近、ね、増えましたからね、三代声優さんとかね,ね、だからそういった多分野島さん、前回とか、きっと話上がってんのか、今回かな、あのね、小安さんとかもね、うん、最近、息子さんが、ね、<あ>声優デビューとかされてますからね。 でもほらそれはもう親でちゃんとバ,ねバレててっていうかバラしてて感じがねちゃんとカミングアウトはまだいかないけどなんかね最初から発表してるというかなーわ,わざわざ名前を変えるとかね名字をね「小安さん」なんて名前だってめったにないし「ばねさん」だってえ安さん」って芸名なのかな「小安こいやでもやどうなんだろう、うん、知らんわ確かに「小安さん」「小安さん芸名かな」でも息子さんも「小安って名前つけてるから<え>名字はきっと本。うん まあ本名かどうかはね本人が明かしてないんだったら我々も言えないけど、ちゃー風林さんは芸名ですよ。あの本名じゃないんです。本名じゃないです。です<あ>チャーさんじゃないんですよ。あのねチャーラさんはまたゲストに来られた時にその話してもらえたんだけど実はあの本名はウィキペディアにも出てるし公表されてるんで島澤さんなんですね。<ー>で島澤さんで最初あのシティハンターの山寺さんと一緒にバンバンって寮に打たれる役をやってるんですよ。でそこから一瞬日光江戸村かなどっかにしあの 行かれてアニメ出なくなって江戸村で時代劇やってたんですって<ー>その時に江戸村全身って名前を危うく師匠につけられそうになって江戸村全身は嫌ですって抗ってじゃあお前何がいいんだよって一生懸命考えてチャフリンチャップリンから撮りたいですってなったっていうなる逸話を持ってるチャップリンなんだやっぱりそうチャップリンが好きじゃあみたいな これねぜひ僕の口の中でチャップさん自身から聞いてほしいんですけどチャップリンの和風和製和製名前みたいな感じにしてるんですね、うん、だからその後から「おいしんぼ」とか「シティハンターの2」かなからは「チャフーリン」って名前で出ててへえまあでも名前は変えたかったな確かに、うん、えいやいやもしバネさん変えるなら何がいいいやもうだからねそれが考えつかないですけどやっぱ変えたかったって感じはありますうん、うん、赤羽確かに 名字よ、名前よ。ミドルネーム。あん両方変えたかったなと思います。どうですか。ああ、なんかそっち方面は声優業界じゃ受けなさそうだったから、当時は全然。<laughs> 今も多分あんまり受けないと思いますけど。あの、らがなの人たまにいますよね。こぶしのぶゆきさんとか。ああ、で、英語の人いますもんね。うん、あと、た、まおさんとか、まちこさんとかね、うんうん、最近は。あ、そうね。あれってアニソン歌手だったからじゃなくて。 ああまあ多分もしかするのスタートのデビューの名前をそのまま持ってきたっていうのもあるのかもしれないですけれど、うん、アニソン歌手さんとか多いよねリサさんとかもそうだしみんなこの何でしょう「う青いエールさん」って本名なのかええー、芸名じゃないですか、ね、芸名な気がするなドバネさんは何何とか参戦する えー、でも三世って言ったって二とか若羽賢治常男三世みたいな初代知らんがなってなっちゃうから一世はどこじゃとそうなんかプロデューサー系の人ってあんまどうなんですか割と皆さん本名の方が多いんですかやいやいやあのねこれが面白いんです今最近は本名の人が多いですで昔は結構んかねかあのそれこそあの富野監督だって、はい、複数あの、えー、と歌詞書く時作詞家としては伊ギ木ンっていう。 伊予木駅の隣だからっていうのでつけてたりとか<ー>なんかちょっと文字ってあと庵野さんも薬局相談ってあのナディアでもう作画がつらいって時は空母そそそそって名前だったりとかなんか結構ペンネームを使って別名義の庵野秀明じゃないですよみたいなやり方を作風変える時とかねバラエティみたいなことする時はやったりする人もいました。であのプロデューサーだとねあの人誰やったかな。でもやっぱ 8割9割は本名ですよ、ね、だってほらプロデューサーって別にタレントさんではないじゃないですかだからよっぽどなんか過去に悪いことしてて <laughs> 名前を隠したいのかもしくは見バレしたくないってあるじゃないですかで、ね、今だともう絶対バレちゃうんだけどうだからねそうだから今の方が多いのかなと思ってたんで、うん、そう昔のが意外と多かったって聞いて最近,最近ね女性漫画家さんとちょっとその話で盛り上がって<ー>その方はあの 名字はそのままで下の名前が珍しいんだけど漢字じゃなくてカタカナにしたんですよ。ただ本名なんです。だから全部見バレしちゃうからあの先生このなんか同人誌メルカリで買ってましたねとかバレるバレるって言ってあのすごい恥ずかしいですって言ってたからなんか偽名の登録を逆にしてるって言ってましたね。そのもう漫画家としては名前変えれないから。 あるある。やうだから、そうですよ。だから、本名だと、なんかいかがわしいもの買えないじゃないですか、だから、そう。今日興味を持ったとして。さんじゃ、どうやって、そういかがしいもの受け取ってるんですか。えだが、が、いかがわしいも、でも。どうだろう、いかがわしいもの、でも。まあ、なんか身分。 <laughs> なんか「大丈夫犯罪の話何、うん、<laughs> とかいの？身分証明とかんか提 <laughs> 示をねしなくていいところはうんたらかんたら」みたいなあの <laughs> どこまで話して大丈夫なのこういうやつでお誕生日プレゼントをアマゾンで送る時とかは実は名前をね変えれたりするんですよへえ<ー>別に本名じゃなくってな山田太郎とかにしても別に届くのは届くですああだからそういった意味だとなるべくやっぱ本名で普通に入れちゃうから僕は基本的になるべく契約しないものが多いですね多分、うん、あ そういういことじゃあどうやっていかがしいものを買うだってね本屋さんでちょっとセクシーなやつ買うのももうなんか、まあ、年齢的にもういいのかあのい,でもいかがしいも<の>確かにね若い頃のだい,だいぶ買う頻度減りましたよ、うんうん、だいぶ買う頻度お,お姉さんがねレジに行って絶対買えへんわとか思いながら,ら男の人に変わってくれる瞬間とか,からそうですだからいかがわしいものはだから特にこれ20代の時とかは、うん、ネットとかでは買わなかったしだからなんとなく見バレがしなさそうな、うん お店を見つけて、ここで買おうみたいな感じで、彼わか,かる。あの、あそこなら絶対おじさんが買ったね。あの、<う>レスにいるから大丈夫だみたいな。なんか、お店によっては、ね、多分聞いてる人はわかんないかもしれないですけど。お店によってはね、なんかね、全然店員さんとお互い顔が全く見えない状態で、買えるお店とかあるんですよ。<laughs> そういうとこだと、ほら、バレないじゃないですか。ね、じそんな感じだった気がする。いや、でも、本当に女性から聞いても、切実らしくって、だから、虎の穴が。 通販がむっちゃ伸びたのはやっぱそれだって言ってちゃんと放送してくれて見えない状態であの個人情報もちゃんと隠して届けてくれるからあ<ー>まあ確かにねっていう確かに対面のドキドキってあったじゃないですかでもそうですよね僕はでもやっぱり あの僕もちゃんとねエッチな漫画出す時全然表紙からちゃんとバンと置きますけどえ嘘俺裏向けるわ俺裏向けてるやつ前表にしてやったことありますよ。って店員さんにバーコードを見せるって意味でも裏の方がいいじゃないですか。僕でも店員のにお前はこれを買いたんだろってひっくり返してやったことありますよ。だからそういうのもあるということですげえな。 トムクルーズさん何の話だっったけさん誠に申し上げい <laughs> トム・クルーズの話からただのいかがわしいよ <laughs>、うん、最後し締めるのはバネさんの「あじゃあ赤ネいかがわしい」みたいな,たな <laughs> そうですよねバネさんの芸名考えましょう芸名芸名、うん、もうでももう無理ですよ再デビュー今から期待の新人えー だだったらいいんだろうでもそういった意で赤羽が強いんだよなと思っちゃうんですよ、うん、だから変えるにしてもなんかあんま思いつかなくてなかレッドフェザーなんとかみたいなのさいや<れ>ダサいっすよクソ <laughs> 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 ダサですよ <laughs> 俺プロデューサーとかだったら使わないっすよ、ね、<laughs> レッドフェザー AV 男優だよ、ね、フェザーフェザー <laughs> <laughs> もしかしたらね18禁向けのアニメとかには引っ張りだっこになるかもしれないけど。<laughs> <laughs> ねーな感じでございますんでまあ世の中芸名の方が楽だということでございますよ。うんということでもしねこれからデビューするなっていう人はねああそうこれねたまにあの学生さん聞いててくれたりするんですけどだから学生さんちゃんと芸名をつけましょう <laughs> <laughs> はいということでございましてチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。ここままででののお相手は企画プロデューサーサ和田彦とと赤羽ししたたありがとうございました